どうも、たかしです、今回は、レオパード月光ヒョウモントカゲモドキハイイエローの危機です。3日ぐらい前ですかね、ちょっとですね吐き戻ししちゃいまして、ね、ただその糞もしてたので食べ過ぎではないかなということで、ミルワームをおけいさんにしてたんですけれど、おー出ちゃう出ちゃう出ちゃう、ね、ちょっとびっくりしまして、で、まあ、3日ぐらい何も与えないで、様子見てまして、でまあ先ほどちょっと餌を与えたら、まあ、食べましたので、まあ、体調の方もそんなに悪くないのかなという感じです。でまあ吐き戻しをしたということで、ちょっとケージ内の温度も足りないのかなと思ってですね、パネルヒーターをちょっと追加しまして、こっちかですね、こっち側にパネルヒーターがあるんですけども、もう一つここら辺にもパネルヒーターごめんよつけまして、ちょっと温度上げるようにしました。今ケージきれいにしまして、ちょうど一番今きれいな状態ですかね。まあ元気そうですね。で餌も食べてくれるので、まあ大丈夫かなって感じです。なのでまあ現状報告ですね、こんな感じです。やんちゃです。いやでも吐き戻ししたのはちょっとびっくりしましたね。まあ今後もちょっと様子見て餌の与えすぎには注意して、やっていこうと思ってます。まあ今回はそんな感じで、危機の近況ですね。また、ですね、この子の動画上げたいと思いますので、できれば今度餌やりとかそういうの撮れたらいいなと思ってます。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた、バイバーイ。